JK のパンチであげるから頑張ってって。え？ JK はいらないよ、別に。俺興味ないっすよ、そんな。ガキには。ガキには興味ないっす。JK のおっぱい背中に当たってるんだけど、何これって。いや、だから満員電車だったんですわよ。2012年6月9日、女子は全員ニーソ履こう。かっこ提案。いいじゃん、もう、だからもう。もういいじゃん。18の頃なんだから。ダメ ?18 で提案しちゃう。かっこ提案。いや、かっこ提案いいじゃん。若気の至りや、若気の至り。なんで若気の至りで済む時代は終わった。いや、別に犯罪してるわけじゃないんだから、いいじゃん、別に。ね、提案してるだけじゃん。しかも、それ個人に言ってるわけじゃないんだから、別にセクハラしてるわけじゃないし。別に良くない？何が悪いんすか？俺がそれ女子高生に向かってさ、提案してたらダメだよ、リプライとかで。そしたら、ねえ、ダメだけど、別にさ、いいじゃん。あにょ、うしうしじゃねえんだよ。お前、それ通報しない？大丈夫？それ通報されてない？もう全部削除しよう。もうツイート。バトラタクシー、カッコ、音符は、女の子が間もなく、漏れなく、に無料で、もういいって、もうそれもう。もういいって。もう全部削除するから、もうそれ。いいじゃん、バトラータクシー。無料だぜ？もう、おもんねえわ、もう、ほんまにおもんなーい！ママミーヤ。JK のパンツペロペロしたい、わらわら。いや、言ってない、絶対言ってない、それ。お前、その、捏造屋だけはやめて、ほんとに。いや、ほんとのツイート貼るのは、まあ、自分が犯した罪だから。しょうがないけど、捏造はちょっと、さすがに反応させてください。JK のパンツペロペロして、やばいやつじゃん、普通に。この時間、女子高生、めっちゃいるやん。いや、絶対してない、そんなツイート。2017年。俺、何歳だよ、俺。24。絶対してないよ、それ。捏造はやめよ、ほんとに。ガチで。いや、ガチで。証拠ありますよって。絶対嘘だから、これ。この時間、めっちゃ女子高生いるじゃん！びっくりびっくりびっくり。2017年7月28日、午後4時26分。まずいな、これ。これはまずいか、さすがに。24歳でこれはまずいか？違うんすよ、みんな。俺ね、2016年とか2017年は、頭おかしかったんすよ、ほんとに。就活とか、社会人1年目とかで、許してほしい、ほんとに。朝から JK の足を見て幸せを感じろとか、いいじゃん、別に。じゃあ幸せを感じてるだけなんだろ。もう何もしてないやん！もうええやん！もうもうやだ！もうなんでこんなマリオもさ、取り越えられないし、こんな過去のツイート責められてさ、もうなんなんこれもう！これ何だよ、何したってんだ俺が！別にいいじゃん、ツイートするぐらい。お前らだって過去の黒歴史、別にツイートしたことあるだろ、別に。他人にバレたくないツイートとか、今掘り起こされたらまずいツイートがあるでしょ。そんな誰にでもあるわけですよ。でもそれをね、みんなね、そんな現実じゃね、そんなね、なんか犯罪犯さないわけですよ。もうツイートしてね。なんか発散とかするわけじゃん。もういいやん。サンボマスターさ、サンボマスターこんな語らねえだろ、歌う前に。どうでもいいわ、サンボマスターとか言ってお前。何が言いてんだよ、お前。もうマジで集中する、ほんとに。もうちょっとほんとに。もうマジでやばい。おしっこ！